高橋山と流瀬キ金プリの未来、平野耀の遺産と新たな挑戦読者への挨拶。皆さん、こんにちは。ジャーナリストとして、今日は特別なトピックについてお話ししましょう。高橋山と流瀬角、あなたのお気に入りのアイドル、金プリの二人についての注目すべき変化と未来について詳しく掘り下げていきます。 彼らが平野仕様から受け継いだものとは何か、そしてどのような新たな挑戦が待っているのでしょうか一緒に探求していきましょう。逆三角形筋肉、高橋山の肉体の変化、ピースなボディにクローズアップ。8月22日発売の毎予定、市のインタビュー企画が、金プリのファンを大いにワクワクさせています。 この記事で明らかにされた高橋海人24の肉体の変化にファンの注目が集まっています。記事によれば、高橋さんと長瀬廉さん24は素肌にデニムジャケットとジーンズ姿で肉体美を披露し、その逆三角形の背中が話題となりました。高橋は2022年4月に放送されたドラマ、未来への10カウントで筋トレをスタートし、 だんだんたくましくなって背中が逆三角形になりつつある、とコメントしています。長瀬も高橋の背中を可愛く呼ばれがちなアーマーだけど意外とたくましい背中してるのよ、と評価しました。この筋肉トークに対して SNS 上ではファンが大いに盛り上がっており、高橋さんの魅力が新たな高みに達していることが伺えます。 ンプリの歴史と筋肉の受け継ぎジャニーズのグループ最年少メンバーが美少年や可愛い系のイメージから徐々に筋肉質に変化していくパターンは以前から見られてきました。高橋さんの場合、それに加えて元メンバーの平野市さん26の立ち位置を継承しているとの意見もあります。平野さんの脱退後、 キンプリは長瀬と高橋の二人体制に移行し、その変化はファンにとっても明らかです。8月14日に放送された CDDV ライブ。ライブでは5人時代の楽曲一番を二人で見劣りしないパフォーマンスで披露し、その実力を証明しました。高橋は自分たちはチャレンジしていきたい。 とコメントし、金プリの新たな一歩を示唆しています。また、長瀬も肉体だけでなくアクションに挑戦したいという夢を抱いており、その可能性に期待が高まっています。ジャニーズ事務所の先輩である落田純一さんのようなアクション俳優を目指し、すでにいくつかのアクションに挑戦して成功を収めています。 そのアクションについての評価も高く、将来のアクションスターとしての道を切り開いています。平野紫洋の遺産と新たな朝鮮兵や志洋さんが金プリを脱退したことで、彼が持っていた魅力を二人で担当することになりました。平野さんはスターとしての地位を築き、その存在感は欠かせないものでした。しかし、 高橋と長瀬は彼の遺産をしっかりと受け継ぎ、その魅力を発揮しようとしています。平野さんが持っていた筋肉、アクション、そしてスターとしての魅力を二人でどのように活かしていくのか、今後が非常に楽しみです。彼らは金プリの歴史を背負いながら活動しており、その意気込みはファンにも伝わっています。高橋山と長瀬角。 キンプリの新たな二人体制は、平野紫耀から受け継いだものと新たな挑戦が交錯する興奮に満ちた未来への一歩を踏み出しています。彼らの筋肉、アクション、そしてスターとしての魅力はますます高まっており、ファンは彼らの成長を注視しています。今後の彼らの活動に期待し、彼らがキンプリの新たな伝説を築いていくことを願っています。 この記事を読んでいただき、ありがとうございました。高橋山と長瀬角の応援を忘れずに、彼らの未来に注目しましょう。